立ってるの足と一緒の肩でもあるから首は反対に傾けない。だって逆だろ、それをそっちだと同じ肩だとこっち回らない。そう、そのまま行け、後ろ行け。そう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 、はい、もう一遍。今度はどっちだ、首どっちやる。いい、そっちか。どっちの足が立ってる、どっちの足が立ってる。そっちだろ、だったら。ああ、そっち、そっち、そっち、いけ。そっちだ、そう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 、そっち、そっち。はい、膝つけて座る。はい、指は必ずこうやって立てる。こうやらないの、これで歩くんだから、こうしたから。そうで、そう、はい、一歩ずつ出してごらん。前、前出してごらん。そう、まさか、まさか、こう、こうである。こう、これどうすか、まさか。いいか、こうやって腰を、まさか腰をこっち、こう切りながら、こっち切りながら、後ろへ、後ろへ、後ろへ、そのままで。難しいぞ、腰を、その腰を、そう、腰をこうやって動かす。めちゃくちゃでかいです。お願いします、お願いします。あ、そのぐらい出せ、もう出るから、そのぐらい出せ、そのぐらい出せ。はいはい、いいか、まさっていいかな。基本の技、基礎の技をやるからな。最初から難しい技やったってできるから。が、この状態で取られました。はい、こっちの手空いてます。前へ当てみれる。そうで、受けの人は今の凌介みたいに止める。ポサーッとするとガーンってやられちゃうぞ。いいか、前へ出ます。はい、当てみれるんだって。はい、相手の肘を落としながらぐるっと回って前へ。難しそう。最初は誰だって難しいの。先生だって最初はできんかったの。稽古するってできるようになってる。学校の勉強だってそうだろ。最初は多分なると難しいだろ。な、1出す1はいくつですか。できるだろ今。それは勉強したから、稽古をしたからできる。なんでも一緒、最初からできる人はそんなにいない。パッと見ただけですぐできるような人はなかなかいない。はい、はい、左手取られてます。右手が空いてます。右手で、はい、当てみれる、前に出る。はい、当てみれたって、相手の肘のところを落としてくると相手の体勢が崩れるから、崩しながら相手の前でぐるっと後ろの足を回して相手を崩して、はい、手は肩のまっすぐよりも上へ持ってく、上へ持ってって手首と肘をつかんで、ここでギュッと体重をかけて押さえる。で、今リュースがやったみたいに前行ったっていう印で畳をタンタンタンと2回叩く。はい、たらもうやる人は離す。これがルール、約束。分かった、それ以上やっちゃいかん。で、今は状態から、はい、回り込んで相手の前へ行った。前へ行ったな、なまさん、わかる。相手のおへその前へ行く、これを表技で。今度やるのは、はい、やることは一緒。はい、ぐるっと落とす。今度はここからさっき前へ行ったけど、今度は相手後ろへ前へ行く。で、ぐるっと、これを裏技って。表と裏、何でも表と裏あるだろ。マサトの表と内、こっちだな、ここだろ。裏は背中だろ。何でも表と裏がある。だからこの稽古の技もそう、表と裏を稽古する。やることは一緒、この肩の線まっすぐよりも少し上を持ってくる。で、押さえる。やることは一緒だよ。当てみれる。はい、ぐるっと回る。引き上げる。掴んだら、はい、締め回る。
られたな。両手は両方取られるのを両手取りっていう。片手を取られた片手取りで一強っていう。一番目の一に教室の教、教えると書いて一強っていう。覚えてよ、この技の名前。技のやり方だけじゃなくて名前も覚えてくれるのかい。伊藤蘭、片手取り。一挙。一挙。そうそうそう。はい、じゃあそれやるぞ。はい。なさ。はい、今度は早く次だ。あれ。あれ、はい、足そうだろう。この状態でこうじゃないだろ。こうだろ。相手と私たち一緒だろ、これ。そう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 。はい、いいか、相手がついてくる。ちょっとゆっくりついてきて。ここにいると疲れちゃう。お腹やられちゃう。ダンってやられてバーンって負けちゃうな。人間の体こうなるんだろう。頭のてっぺんからこの中心は全部急所って言って、そこを怪我したりなんか されると人間の体に危ないってこと。ほらチンチン金玉どこについとる？真ん中についとるだろうな。体の中心のとこはみんな危ないってこと。だからまっすぐついてこられたら避ける。これをこのままジャンプしてるとまっすぐついてくるから、上から叩き落とす。この方向をキュッと変えてやる。変えながら相手の後ろへ入る。これを意味で入ったら相手の手を親指を上から取る。で背中合わせる。だから踏み込んだ足を軸にして残ってる足を向こうへ引きながら、この手を自分の顔の前へぐるぐるぐると引いてきて、これが最初にやってたこれ、小手返し。こっから先を小さな手と書いて小手って呼ぶ。わかる？小さいも小学校の小な。だから手を上げましょうの手、小手と言う。気持ちいいか。それ手だろ。小手、小さい手と書いて小手という。はい、そこをはい左に続いて避けた。ここから先小手、これを上から掴んで取る。取ったらはい背中合わせになる。はい、右に行く前に、これを相手がついてきて攻撃してくるから木の固定返し、固定をキュッと返して投げるから。ある名前も覚えておいてよ。あの場合も勉強。はい、はい、はい、何だよ、何やろうかな。よし、はい、じゃあいい。はい、月で固定返し。はい、はい、今度は相手が正面から打ってきた。かっ、こうなっちゃう。普通の人はこうなっちゃう。危ない。相手がまっすぐ打ってくるときに、こっちやると絶対当たらんの。ほら、滑っちゃうだろ。さっきやったのに1球出す。こういうの。1、2、1、これ。そうそうそう。自分の顔の前、バンと頭の上で手を持ってくるの。そうすると、当たんないから入ってきて、ほら、滑ってっちゃうだろ。相手が力強く打ってきてくれりゃ、打ってきてくれるだけ、この手がしっかりピッと見てると、ツーンと滑ってっちゃって、こう当たんないの。それを、こうやっちゃうの、みんな。手が伸びてない。どこで受けちゃうの。当たっちゃうの。だから手をまっすぐ伸ばす。
はい、ここから後ろの足を相手の後ろへ持ってきます。手を切り下げます。足が持っていると後ろにぐるっと回ります。首使います。肩使う。手を上げて一歩前出して投げる。これを入りにして投げる。ここからこう入ると入りにっていう。入りにしてから投げるから入りに投げる。これも覚えてよ。正面打ちの入りに投げが、こうやって何も、これやって何も受けちゃう。しっかり前で入る。入りに後ろへ回る。この時に首つかんで肩打ちつけて下から手上げて一歩前出して正面打ちで入り身投げ。いいか。はい。これは稽古終わったら一通り済んだら一番最後に呼吸をちゃんと座る。呼吸を整えながら気持ちも沈めていく稽古法が、はい、持たれました。手しっかり相手が手取りに来る前に手しっかり伸ばしとんだよ。やらーっとしてるこうやって押さえつけられちゃう。もう何もできなくなっちゃう。手はパーッと伸ばす。手伸ばして前へ出てくる。でここでまずはな、さっき言うとったの、佐賀先生が自分の大事なとこ、チンチンマンもならないの足をこうやってると真ん中の急所、大事なとこ相手にやられちゃうから足をここ刺させる。で、守る。で、やったここ押さえ。抑えられても取りながらになっちゃうぞ。パッと手出して手取れば、そう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 。それは早すぎるぞ。それ本当は出されたんだけど、ドーンとやられたやられちゃったんだろ。そうそうそう、はい、そうそう、よし。はい、これが最後にある呼吸法。呼吸って分かるだろ、さっきやったろ、座りながら、そうそうそう、それ。そいつをやりながら、体と気持ちと落ち着けてる。よし、はい、皆さん。